こんにちは、頭と口の渡辺さしです。僕はサーカスアーティストとして今は、イタリアをツアーしています。ラベーナっていう街にいるんですけど、こんな感じでね、綺麗な建物がたくさんありますね。はい、10月5、6に神奈川芸術劇場にて妖怪けまめという新作をするんですけど、今日はそれに関して、よくある質問に答えたいと思います。妖怪けまめのタイトルの意味について、はい、よく聞かれるんですけど、枝豆ではありません。ケマメって言っても枝豆ではない。僕たちが作品中で使うボールに由来しています。ただ説明するとすごく長くなるんで、ちょっと僕もね、倒立の体力がね、持たない、しんどい。だから、劇場で直接見てください。はい、じゃあ僕はね、ちょっと今からパフォーマンス本番がある、本番があるんで、今から行ってきたいと思います。劇場でお待ちしています。